さあ前を向いて三笘と前田大然が入ってくる。久保はどこを選択するか。自分で行った、シュート。24歳以下日本代表先制、久保建英が決めました。2試合連続ゴール。ガーナ戦に続いて久保建英が結果を残しました。東京オリンピック金メダルへ、やはり欠かせないのはこの男か。久保建英、左アシスト。城さん、いかがですか。いや、そうですね、まあ、インスリータイムがあっていきなりワンプレー目ですからね。この辺をうまく狙ってましたし、はい、でここね、やはりこう相手またですよ。そうですね、そうこの辺のやっぱ周りの取り方っていうのも非常にうまいですしね。これ狙ったやはりこうね、また落とすシュートですよね、はい、非常に左下がコンパクトでボールが浮かないようにということで、キーパーの死角をねやはりこうなっているということで、頭を使ったボールですね。あ、そして今この久保建英、ボールパフォーマンスも見せました。